こういう題材の時になぜかやたら再生回数もあるのがちょっと嫌です。松井塾です。はい、ということで、まあ一応ね、なんか知らないんですけど、私なんか知らないんですけど、女性関係でやたら風評被害が出るんですよ。なんでかよくわかんないんですけど、なんか知らないですけど、あの、まあゲイじゃねえかとか、なんか、なんか変な噂いっぱい立つんですよ。なんか意味もなく。で、どんな女性のタイプが好きですかって言ったら、まあ、別にいつも言ってるのは普通のタイプとかいつも言ってるんですけど、まあなんかみんな納得しないみたいなんで、なんか、まあ一応この機会にちょっと先にもう伝えとこうというふうな形になるんですけど、まあなんか同じ質問あんまりこうなんか何回も何回もされるとめんどくさいので、私も。はい。あ、なんかまたこれ同じ質問だよなとか、どういう女性のタイプが好きなんですかって言ったら、みんなそんな気になります？その、私のこう、プライベートのこと気になるんですかね？それ何も気にならないけど、他人のプライベートとか別にどうでもいいじゃないですか、正直。なんでまあ、あんま気にならない派なんですけど、はい。というわけで今日は松井先生の好きなタイプの女性は何ですかという質問に対しては、まあ答え簡単にお伝えしておきますが、はい。後ろ髪です。はい。もう以上です。はい。平原の双子で第59話だと思うんですけど、第59話で、まあ第6期のやつですね。はい。まあ第6期に出てくる感じの、なんか、後ろ髪っていうのが出てくるんですよ。まあ画像で検索してもらえれば分かる。ゲゲの鬼太郎後ろ髪で検索してもらえれば、まあ、分かるというふうな感じなんですけど、まあ、もうそのシリーズがまあどうなってるのかとかいうのは、まあ、適当になんか、なんか、フルですか？フルかなんかとかに入ってたら、まあ、見れるんじゃないですかっていう感じになるんですけど、まあ、後ろ髪さん可愛かったですね。後ろ髪さん可愛かったですね。はい。あんな感じの普通な女性が好きなんですね。はい。ということで、まあ、こんな感じですかねっていうんですね。まあ、よく言われるのは、まあ、顔とか言われるんですけど、あの物語、ちゃんと見たかお前っていうね。後ろ髪の誰が顔だって言ったんだ、バカかお前っていう話になるんですけれども、はい。いう感じになるんですよね。なんか、結構、ゲゲゲの鬼太郎の第6期、結構こう、まあ、私の好きなタイプのキャラクター多いんで、まあ、猫娘と、まあ、後ろ髪みたいな感じで、まあ、見てもらえると、まあ、松井くんの子、やっぱ好きなタイプだったら、ああいう感じか、みたいな。はい、スタイルとか顔の話だけしていっちゃいますからね、注意してくださいね、はい、ということになるんですが、いやーだって私の場合そうなんですけど、その後ろ髪さんぐらいじゃないとよく分かんないじゃないですか、好きなのかどうかって。えみたいな状態になる人なんで、まああれぐらい言われて初めて、ああ、そうなんだ、好きなんだっていうのが、まあ、ようやくちょっとわかるっていうぐらいの人なんで、まあ、まあ、こういう感じの人がいいんじゃないですかねって思うんですけどね。あ、だから三田村さんが、なんか最後連れ去られるんですけど、一体どの辺がホラーなのか、いまいちよくわかんなかったですよね。ね、ハッピーエンドじゃねえかよとか思っちゃうんで。ハッピーエンドじゃないですか。はい。はい。ね、自分で働くことがあんまりできなくて、こう、女に働かせる男性と、なんですか、男が大好きで、三井家でもついていきたいという女性だったら、別にハッピーエンドじゃないですかとか思っちゃうんですが、ああいう感じになります。なので、簡単に説明すると、松井先生の好きな女性のタイプ何ですかっていうことに関しては、まあ、後ろ髪っていうね。はい。ということになります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。これ、どこに需要あるんですかね、この動画。こういう動画の方がたまに回るんですよね。